秋田です。親子でお風呂後の撮影会の続きですね。これまた別の場所でね、木の根っことかの段差があるところを、まあ、越えていこうっていう、まあこれね、下からこうやって見るとあんまり大したことないんだけどね。ここは大したことないんだけどね。次だね。お客さんにね、こう下低くなってんだね。だから上から下行くっていうのはちょっとね、怖いんだねこれね。ここはね、下が一段低くなってるんで、思いっきり飛び越えてね、後輪から着地した方が安全ですね。本当にね、同じところを今度下から超えるのをやろうとしてます。まあこれはうまくいった方ですね。本当だ、あっちにもあったんだ。続いてまた上流の方へ移動して出口の方まで行きます。
というわけでね、ここで、タイヤの空気圧を調整して本日の、河川敷散歩は終了です。ね、途中ねちょっとトラブルとかあったんだけども、まあ無事に完走できました。ということで本日は以上です。ご視聴ありがとうございます。